ウトウミギウチ。MLB のマイアミマーリンズ参加に所属。愛称はスミティー。2010年の MLB ドラフト21巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。2014年まで参加のマイナーチームでプレーした。2015年4月13日にメジャーに昇格したが、メジャーデビューは6月23日のピッツバーグパイレーツ戦までずれ込んだ。 この年はメジャーで9試合に登板して0勝4敗、防御率6.89、30奪三振の成績を記録した。2016年はメジャーで32試合に登板して3勝3敗、防御率4.68、48奪三振の成績を記録した。2016年11月4日にウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍した。年は、 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズで開幕を迎え、5月3日にメジャーに昇格した。この年はメジャーで26試合に登板して2勝1敗、防御率4.89、25奪三振の成績を記録した。オフの11月5日にマイナー契約となり、その後自由契約となった。2018年3月15日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズで開幕を迎えたが不安定な投球が続きシーズン途中の4月21日に自由契約となった2018年5月16日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ移籍後は参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスでプレーしたがメジャーに昇格することはなかった2019年は トリプル A 級ポータケットで開幕を迎え、4月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のタンパベイレーズ戦で2年ぶりにメジャーの試合に登板した。6月13日のテキサスレンジャーズ戦でメジャー初セーブを記録した。この年はメジャーで18試合に登板して零勝二敗、一セーブ、防御率5.81、29奪三振の成績を、 記録した。10月21日にマイナー契約となり、その後自由契約となった。2019年12月18日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。2020年8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年はメジャーで16試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率6.84。 18奪三振の成績を記録した。オフの10月29日にマイナー契約となった。2020年12月11日に久保リーグのキューム、ヒーローズと60万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大10万ドルの出来高が含まれる。2021年はキュームで2試合に当番1勝を記録するもシーズン途中の4月15日。 チームがジェイク・ブリガムと契約したため外国人選手の枠の関係でベーバー工事された。2021年4月27日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、5月1日に参加トリプル a 級のジャックソンビルジャンボッシュリンプに配属された。レッドソックス参加時代とマーリンズ時代はチームメイトに同姓同盟のジョシュ・スミスがおり、彼が登録名を ジョシュディ・スミスとしていたため、それと区別するために自身の登録名をジョシュエ・スミスとしていた。ありがとうございます。